レーテ州レーテ州は、フィリピン中部ビサヤ諸島にある州で、東ビサヤ地方に属している。州とは、タクロバンである。面積は5712.8平方キロメートル、人口は172万4679人。レーテ州は1917年に創設されたが、島全体の管轄が困難だったため1960年に、南レーテ州が分離した。 北のビリラン島ももともと、レーテ州の一部であったが、1992年5月11日に、分離、ビリラン州となっている。州の東部のレーテ湾、および、州全体が第二次世界大戦の戦場である。これを記念した、慰霊碑や、記念碑が、レーテ州内各地にある。レーテ島の北中部を占め、南部は、南レーテ州と地続きである。 北東部沖のサマル州とはサンファニーコ橋によって結ばれている。北にはビリラン島が浮かび、その向こうはサマール湾となっている。西は中部ビサヤ地方のセブ州、ボホール州とカモテスカイを挟んで隣接している。レーテ州には二つの都市、三つの市、四十の基礎自治体がある。アブーヨングアロンゴランルブエラボブティンガンバルゴバと、 ブラウエンコリュービーンケイポーコンカリガーダガミデュラグ、ヒロンゴスヒンドングイナピコンイザベル、ヤーロハビエルジュリタカナンガラパスレーテマッカーサー、マハプラグマタック、オブマティラム、マヨルガメリダパロパランポン、パストラーナサン、イシドロサンミゲルサンタフェタバンゴタボン,タボンタボンタナウアン、タルスサツンガビラバトシワ、タクロバンと、西岸のオルモックの二つ、シワ、バイバイ。主な産業は、農業で、 平地では稲作が、高地ではココナッツ栽培が盛んである。特にココナッツはココナッツ油採取につながる重要な商品作物になっている。州の西部と南部ではセブアの語が主に話され、ビサヤ諸島の中心セブとのつながりが深い。州の東と北では笑い語が主に話され、東のサマール島との関わりが深い。ありがとうございます。